おはようございます。おはよう。朝じゃん。いや普通に普通に洗顔して前髪濡れてるだけです。これは。おはようございます。みりんが7時過ぎをお知らせします。あ、そうだ、それで
ようございます。お腹すいたな、何食べようかな。お腹すいたな。ちょっと待って、この録画をね。そう、初めてのリアルお話し会なので、お互いね、わからないこととかいっぱいだと思いますが、一緒に楽しんでいけたらいいなって思います。もちろんこっちのスタッフさんも初めてなので、お互いちょっと寄り添ってやっていきましょうね。ね、まだちょっと天気が安定しないので、本当に来るの難しい方はきっと振り返って、なんかどうなんだろう、これあーやばいのかな。命に変えられないからね、うん、はい。なので、ま、命優先で生きてたらきっとまたどこかで会えるんじゃないですかね。まあでもこれだけ時間あったらいけるかな。2日間の録画、みんなウニョがなくなってるって。私別に消してないよ。何なんだろうね、なんか手違い消えたのかなね。どうなんですかね。よいしょ、でよいしょ、
15分までに帰らないと。かな、私犯人は絶対終わらないと、犯人は絶対終わるか35分に全ての準備が出ているか。メイク落としはもう絶対カタンですね。絶対こうやって考えると。あとは、よいしょ。意外と時間がない。そう、意外と時間がね。大丈夫なのは大丈夫、うん、ご飯ナンキンのご飯食べてる場合じゃないかもなんかそういえば重い。この状況でご飯食べちゃう私かわいい、かわいい、かわいい、ご飯食べちゃうんだって感じ。15分経った。259日。ありがとうございます。明日で260日ですね。めっちゃ当たり前のこと言ったけど。服はあれを入れて、靴はあれを入れて、
できるはず。ごめんなさい、全然画面にいなくって、でもちゃんと喋ってるんで消さないでください。これで途中で消えてるのに一人で喋ってたら悲しいな。まあでもね、腹が減っては戦はできぬで。顔を見せに来ました。完成しました。特製朝うどんいただきます。ちょっと時間がないのでもういただきます。コシがある。大げさ2個入りです。贅沢。
美味しい。うん。朝食は私の決まり。ごちそうさまでした。なんだか温まりました、体は。飯をしてってる。待ってね、4個に持ってって入れたから。
ます。来ます来ます。どっちがいいな。こっちかな。よいしょ。なんかひどい。そんなこと書くんだ。今日こけますように。帰ってきました。服これにしようかなって思ってる。これにしよう。シャイ。これイヤホンっていうか音声だけで聞いてる方わかんないね。これはちょっとも、あ、でも違うわ違うわ。イヤホンだけ聞いてる人はいいんだ。なんか変わらない日常って感じ。だけど画面見てる人はユミリいないなってなってるかもしれないし、もうなってないかもしれない。もうユミリはいないものだと思ってるかもしれない。よいしょ。どっちだどっちだ。こっちか。はい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 。完全撤退です。やばいやばい。これどうなってる？え？そういうことか。にゃ。じゃーん。今日のお洋服はこちらでございます。マスクしてるから暑い。まだ室内だからちょっと早、まだ早かった、ちょっと早かった。んでクマ入れて、入れてあれ入れて、パンツ入れたらもう OK。 古文単語いいかな。忘れ物はないですかね。はい、じゃあ終わりたいと思います。
13位ナズさんありがとうございます。12本さんありがとうございます。10ホップクリームさんありがとうございます。10位ミクネクファミリーさん、意味にことこと応援中ありがとうございます。ゆこらさん今日2時間目から来ますね、よろしくお願いします。8位ひろかさん、意味にガチコイチかわいい、明日1から6よろしくよろしくお願いします。7位ありまして元気さん、意味におはよう、新幹線に通って1枚当たってね。6位フランプくんさん、意味におはよう、日向に向かって待って向かってます、気をつけて。5位ケンさん、今日も1日頑張りゆみりん、ありがとうございます。4位ハルミンさん、滝の向かみしありがとうございます。最初シャーニングフィンガーさん、意味に今日も世界で1枚かわいいありがとうございます。2位エンドさん、意味に大大大違う、にひろきさん、読みの弓食べてる弓でかわいいありがとうございます。1エンドさん、弓に大好きありがとうございます。それでは、今日はリアルお話から久しぶりにちゃんと1対1で直接話せるので、しっかりお互い喜びを分かち合いましょう。それでは最後までありがとうございました。明日も1日今日も1日頑張りよみりん、いってらっしゃい、私も行ってきます、バイバーイ。